よろしいでしょうか。ではムービーの方と。一定程度 この方向性が見えれば、株式市場は安定してくるでしょうし、為替も、アメリカの利上げがなくなるということによって円高傾向には若干当面は続くかもしれませんけれども、景気そのものはよほど米中が亀裂を生じない限りは、サドンデスで急に悪くなるっていう、そういうことではないんじゃないかなと。まだまだそんなに急にシュリンクするということはないんじゃないかな。非常に巡航速度で、ゆったりと、コンマ7かコンマ8ぐらいの GDP 成長率で進んでいくと。多少なりとも米中の関係というのは効いてきたなという実感はありますけれども、それでもそれが大きく景気の波を外すような形にはあんまり至ってなくて、そういう意味でファンデメンタルズはスティルヘルシーというのが基本的な見方です。それから外国人について言いますと、もともと私はこの外国人を受け入れるべきだという強い論者だったんですけども、単純に人手不足というよりも日本の社会がいろんな意味で多様性が不足しているというか、これからこれだけの法改正を受けてですね、どれだけ準備をしてそういう多様性のある人材を受け止められるようになるかという非常に重要な年のキックオフが今年ではないかと、そういうふうに思っております。単純に人手不足の解消だけではないし、そういう面ももちろん大事だろうけれども、そこのダイバーシティというか多様性がいかに日本の中に取り込めるかというのも非常に重要な年だなというふうに思っております。日本もからアメリカも、アメリカ今世界経済を引っ張っているわけですけど、潜在成長率並み、日本は 1%、 アメリカが 3% 前後と、こういうことでよっぽどのことが起こらない限りそういうことでいくんではないだろうかと思いますけれども、ただ今年のいやらしさはですね、その皆さんご存じの通りいろんなリスク要因があるわけですが、この米中してもブレグジットにしても、あるいはアメリカの議会の混迷にしても、こういうものに対して我々がこれを要するに解決するというか、少しでも少なく影響が少なくなるような手段を一切我々が持ってないということですよね。すべてのものが外部要因として我々としてはこれを受け取らざるを得ないと。したがって日本はその中でですね、その対外的なことがいかようあれ、日本自体のその潜在成長率をなんとか高めてですね、それで 1% 前後の経済成長を続けるということ、このこと自体が日本の力を強めることにもなりますし、そういうことを地道にやらざるを得ないんじゃないだろうかと。